雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。一人笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を塞いで、今もただ数週の夕焼けに足が止まっていた。先生人生そうなんです、この先どうなる中ですか。そうなら誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら苦しさなんて欲しいわけない、何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのはわがままですか。胸が痛んでも嘘がつけるのはなんでなんでしょうか。悪い人ばかりが得をしてるのはなんでなんでしょうか。幸せの文字がお金を含むものはなんでなんでしょうか。人自然を抜けば辛さになるのはわざとなんでしょうか。青春でねぷたが背中に貼られていて、非時刻みたいなサスペンスをどこか期待していた。先生どうでもいいんですよ、生きてるだけでいいんだいんですよ。今フロイドのこの穴の埋め方は描かないんだ。ただ夏の匂いに色をつぶいて、雲を高さを指で描く。思い出だけだみたいのはわがままですか。ドラマチックに一口のストーリーで埋めるじゃないですか。アナロジーに際に素の根が続くのも嫌になりました。先生の夢は何番なんですか。大人になると忘れちゃうものなんですか。先生人生相談です、この先どうなら楽ですか。涙が人を強くするなんて全部奇弁でした。ああこの先どうでもいいわけなくて、現実だけが散らされて、なぜかどうか